いちこです。今日は2022年11月11日金曜日です。現在午前3時頃で眠れないため動画の編集中です。空は暗いですが、月が真上で輝いて、そばにはオリオン座が見えましたので、明日は晴れです。温度は13度をスマホで表示しています。予報では快晴となっています。3時頃にバイクで新聞配達の方が回っておられます。寒さの中ご苦労様です。私も会社員時代は、この時間帯でよく仕事していました。時間は決まっていませんが、24時間365日、お客様からの呼び出しで土日関係なく出かけていました。若かったからできたのだと思います。さて、動画は前回の続きからです。県道208号線を東に少し行って、今度は西方面に出ました。読み上げは、こんぴら船船と金倉川と鞘橋の3つです。いつものように、ウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。こんぴら船船。出典、フリー百科事典、ウィキペディアより。こんぴら船船は香川県の民謡。全国の遊郭に座敷歌として広まり、歌に乗せて行う座敷遊びとしても知られる。解説。香川県中田戸郡琴平町を中心に歌われる。琴平町の西にある象頭山の中腹にはこんぴら大権現、琴平宮があり、江戸期にはこんぴらへと、伊勢参りと同じように参拝客が多く訪れた。こんぴら船船は、こんぴら参りの中で歌われた道中歌であると伝えられるが、その発祥ははっきりとしておらず、元禄の頃にこんぴら参りの起点となる大阪港から歌い出されたともされる。このこんぴらへの参詣客を運んだ、こんぴら船は1744年、延享1年、より始まっている。短く軽妙なこの歌は、騒ぎ歌の一種ともして座敷歌に好まれ、幕末頃から明治にかけて全国的に広まった。明るい曲調から人気が高く学校教材としても用いられる。座敷遊び。芸妓と客が向かい合い、こんぴら船船の歌に合わせて交互に手を出し合う遊び。袴を二人の間に置き、歌に合わせて交互に袴の位置に手を動かす。袴は手を動かした時に取り上げる、または戻すことができ、袴がない場合には拳を出し、ある場合には開いた手を出す。手の形を誤ると負けとなる。歌詞。こんぴら船船、おいてにほかけてシュラシュシュシュ。回れば四国は三州中の郷里象頭山こんぴら大権現。一度回れば、八八の詩が反復する形で歌われる。最も歌われる代表的な歌詞はこの一節である。これに続けて俳人の大西一概により、1928年、昭和3、4年、頃に作られたと伝わる歌詞が続く場合もあり、2節より後は様々な歌詞で歌われる。おいては追い風を意味し、シュラシュシュシュは、風を受け舟が進む様子を表している。三州は現在の香川県であり、歌われる中野郡は、かつて存在した中郡で、現在の中田戸郡である。以下、一部省略いたします。現在でも、知名度が高く JR 四国は、こんぴら船船を琴平駅の列車接近メロディーにしている。以上で、読み上げを終了いたします。金倉川。出典、フリー百科事典、ウィキペディアより。金倉川は、香川県の丸亀平野を流れる河川で、二級水系の本流である。延長 20.5 キロ。
ちり。斉田川水源の北東、万能町塩入り付近に端を発し、万能池の塔南端に注ぎ込む。池の北側にある堰より流出し、琴平町市街地を貫き、丸亀平野を北北東に流れて中津場荘園付近で瀬戸内海に注ぐ。歴史。万能池は8世紀初頭に金倉川をせき止めて作られたと言われる。このように金倉川は古くから丸亀平野の灌漑用水として用いられてきた。また琴平宮の麓を流れていることから、江戸時代には参拝客が禊を行い、禊川の別名もあったとされる。現在の金倉川は平野の自然な傾斜にあっておらず、江戸時代に西島八兵衛によって改修されたのではないかとする説がある。流域を治めた丸亀藩について記されている古書、生産不死には、金倉川流域にある丸亀藩領の上櫛内村、琴平町上櫛内、下櫛無村、琴平町下櫛内、善通寺市櫛無町、大佐村、善通寺市大佐町、生野村、善通寺市生野町、上金倉村、丸亀市金倉町、下金倉村、丸亀市中津町に関する記述があり、それによると、かつては野田川と呼ばれていた。流域の自治体。香川県。中田戸郡万能町、中田戸郡琴平町、善通寺市、丸亀市。鉄道。JR 土山線。道路。国道319号。香川県道205号万能善通寺線。香川県道206号原田琴平線。香川県道208号大佐琴平海田線。関連項目。金蔵寺、善通寺市の金倉川近くにある寺。創建当時、周辺が金倉橋と呼ばれたことによる。ただし読みは、金蔵寺。以上で、読み上げを終了いたします。さや橋。出典、フリー百科事典、ウィキペディアより。さや橋は、香川県中田戸郡琴平町を流れる金倉川に架かる橋。胴吹き、両妻からは風、上屋根千鳥破風の屋根付き橋である。概要。琴平宮蔵の元禄屏風、コンピラサイレーズには、現在の1の橋が架かっている場所に鞘橋が描かれ、この橋では、1が立ち、飲食物などの出店があったと言われている。また、十返舎一九のコンピラ堂中膝繰り毛の中には、上の豪府館の鞘に収まれる御代の刀のような反り橋と書かれており、当時から珍しい形状の橋であったと考えられている。現在では、琴平宮大祭のおみこしの渡御、古仙神事、お田植え祭などの神事の時にのみ用いられ、通常は渡ることができない。歴史。いつ頃架けられたかは不明であるが、記録の残るものは下記の通り。寛永元年、改造。明和8年、流出。天明2年、再築。慶応2年、流出。明治2年、阿波の国尾江軍港中の寄進により再築。明治37年、現在地に移築。1998年、平成10年、国の登録有形文化財、建造物、として4月21日に登録される。初限。長さ、23.6 メートル。幅、4.5 メートル。構造、単純桁橋位置、香川県中田戸郡琴平町。参考文献。橋、四国の道路を考える会。以上で、読み上げを終了いたします。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、多からんことをお祈りしております。